はい、どうも、安井人です。今日はですね、こちら。はい。今日はですね、ケンタッキー。このケンタッキーをね、買っていたんでね、新商品も出たということで、今日は、ね、このケンタッキーを食べていきたいなと思います。はい。ケンタッキーってむちゃむちゃうまいですよね。日本に、まあ、いっぱい店舗あると思うんですけどね。それでは今から食べていきます。レッツー、ゴー。はーい、アクション。はい、そしたらね、紹介していこうと思います。まずね、どうしようかな。まあ、これだけか。ね。はい。これ、ケンタッキーのポテトですね。これをね、食べたいと思います。ケンタッキーのポテトって結構ね、じゃがいもの食感が残ってて、ホクホクして、すごい美味しくて、僕は好きなんですよね。はい。ね、食べたいと思います。うん。めっちゃ美味しい。ちゃんとじゃがいもの食感、ホクホクした食感が残ってて、むちゃくちゃ美味しいです。中、外カリで中、ふわって感じですごい美味しいです。はい、完食です。そしたらね、次、こちら。これ、ナゲットですね。このナゲットね、紹介していこうと思います。はい、こんな感じでね。ナゲットですね。それで食べたいと思います。おー、すごい。ケンタッキーのナゲットすげえ久しぶりに食ったんですけど、むっちゃサクサクしてて、むっちゃ美味しいですね。中もね、結構ジューシーで、すごく美味しいです。はい、完食です。じゃあ次ね、これいこうかな。はい、このね、ケンタッキーの新商品のポップコーンチキン、これをね、紹介していこうと思います。これ、最近出た新しい商品で、なんか結構小さいんですよね、大きさが。すごいなんか、こんな感じですごい小さいですね。軟骨みたいな感じです。食べたいと思います。おぉ、すごい。まだナゲットでちゃうくて、ケンタッキーのオリジナルチキンあるじゃないですか。あの味がしますね、すごい。中も、すごいジューシーで、めっちゃ美味しい。はい、完食です。これいこうかな。はい、これ、ツイスターですね。これ食べたいと思います。ツイスターね、結構好きなんですよ。昔は結構食べてて。はい、こんな感じですね。チキンが見えない。ね。なんかもちろん、単の布みたいな気です。まあ、とりあえずね、食べようと思います。いただきます。うん。あ、おいしい。今日は自分好きなペッパーマヨなんですけど、結構ね、これがいい味出してすごく美味しいです。中もチキンね、ちゃんと入ってたんで、これもすごいサクサクで美味しいです。この皮、皮っていうか、これがまだもちもちしててね、すごい食感が良くて美味しいです。はい、完食しました。はい、そしたらね、次、まあ皆さん気になってると思う、これ、この箱ね、行きたいと思います。なんか50周年の記念の、やつなんですけど、早速投げたいと思います。これがね、結構僕今回食べたいなと思って買いに行って、なんと残ってたんでね、買ってきました。はい、こちらですね。今回限定の商品なんですけど、なんかグランドなんちゃらバーガーみたいなやつです。ごめんなさい。なんかバンズはね、結構なんかいつもバンズと色違うんですよ。わかるかな。ちょっと黒っぽいっていうか、伝われ。で、間にね、ハッシュドポテトと、オリジナルチキン、これがね、挟まってて、なんかすごい豪華っすよね。はい、そしたらね、これ食べたいと思います。いただきます。うん。めっちゃうまい。ハッシュドポテトがね、すごいサクサクで、で、すごいね、チキンが、ジューシーで。で、あとこのバンズがね、すごい、今までと違う風味で、ちょっと、麦っぽいというか、なんかそんな感じの麦の風味がちょっと強くて、すごく美味しいです。で、中のね、このソース、これがね、また、別物でっていうか、全然今までのソースと違くて、すごくね、アクセントになってて、もう、これ全部、融合して、すごく、美味しくなってますね、むちゃくちゃ。これやばい。
完食しました。じゃあね、最後ビスケット2個食べたいと思います。ビスケットのやっぱうまいっすよね、昔から。はい、そうだね、食べたいと思います。いただきます。めちゃくちゃうまい。やっぱりこのビスケットの食感いいっすよね。サクフワのこのメープルがうまいっすよね。はい、全部完食しました。はい、いやー、払えば腹しんど、腹しんどなんですけど、やっぱりね、新商品うまかったですね。ポップコーンチキンとか、あとグランドバーガーみたいなやつね、そんな名前のやつもうまかったですね。やっぱりケンタッキーってやっぱいつものチキンと全然違いますよね。あの味っていうか、あのスパイスがすごい美味しいですよね。やっぱあれはなかなか家では出せない味で、やっぱり買っちゃうんですよね、どうしても。ということでね、ケンタッキーのね、新商品紹介していきました。まあ全部どれも美味しかったです。はい、今度がいいねと思った方は高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いします。それではね、バイチャー。